アンティノウス座は、現在使われていない星座の一つ。寵愛していた、美青年アンティノウスの死を悼んだ2世紀のローマ皇帝、ハドリアヌスが、当時どの星座にも属していないと考えられていた、鷲座の南側の星々を用いて設けた。トレミーのアルマゲストによると、現在の鷲座のイータ星、シータ星、デルタ星、イオタ星、カッパ星、ラムダ星の6つの星で構成されていた。アルマゲストにも記載された星座であるが、いわゆるトレミーの48星座には含まれていない。1536年にドイツの数学者、地図学者のカスパル・ボテルが天球儀に描いたほか、メルカトルやティコ・ブラーエも独立した星座として製図に描いていた。製図では鷲にさらわれる姿で描かれており、そのためしばしばガニュメーデスと混同されることもあった。原恵、星座の神話、星座史と星名の意味構成者構成格、1996年6月30日、278から279ページ。ISBN4 から76990825-3。リチャード・ヒンカリー・アレン、スター・ネームズ、ゼアロ&ミーニング。ビル・ターヤー、2014年3月18日閲覧。ABC アン・リドパス、スター・テールズ・アンチノワス。2014年5月9日閲覧。ありがとうございます。